中内堀川は埼玉県北東部を流れる巡洋河川である。中内堀川の歴史は比較的古く、元六六年の記載量と茎量をアルミズ堀総論再挙絵図に、すでに排水路として描かれている。この川は現在は南東に向かって、ほぼ一本線で流れるが、元六六年の絵図では、吉羽村との茎村の境を北に流れ、 悪水落ちオ井ニボリへと合流する支流があった。安永6年の記載療養悪水組合村高波堀ボリ白井所状には関係面積6平方キロメートル余り、全長4.6キロメートルである旨が記されている。1875年頃の記録である武蔵国軍村氏にも中落ち堀として記載がある。1954年に合併するまでは、 区喜町と大田村の町村境を成していた。今日では、区喜駅の北北西数キロメートルの場所を起点に、区喜区域の市街地を西から東へほぼ貫流し、下記の水路と合流した後、大落ち、琴音川に合流、終点となる。区市区喜本寺香取に、香取公園という調節地及び、ビオトープ、野鳥観察場を備えた施設があり、また区喜北に、 呼吸器公園という調節地及びビオトープがある。琴音川水循環センターの処理水が、喜市吉原座高知地内で排水されている。埼玉県道3号埼玉栗橋線周辺により、喜駅北側までは鉄板による護岸がなされている。喜駅北側より、本川終点まで、コンクリート護岸がなされている。ありがとうございます。